今現場では本当に次はどんな案件が出てくるんだろうかという、もう戦々恐々として、またこの新しい事象が出てきて、まあそれにまた暴殺され、またそれに混乱をもたらせられている。やっぱりそういうことに対するやっぱりね、心配、そういうことがやっぱり医療の現場でやっぱり、請求なこういうマイナ保険証一本化に持っていこうとする、やっぱり制度移行に持っていこうとしているわけですから、さまざまなやっぱり現場での不慣れ、やっぱりそういうことはどうしても起こります。まあ、それが結局医療現場受付時点でもうすでに混乱と、まあ、顔認証についても、まあ、普通の人でもね、飲食店入るとき体温チェックするのになかなかこう、あ、ピントが合わんときもありますよね。これは顔認証になるともっとやっぱり手間、そして戸惑い、患者さんにとっても戸惑い、そういうことが多々ありますので、やっぱりそういうところでまず受付の段階でやっぱり患者さんが並ばざるを得ない、でやっぱり時間も食う、まあ、いい加減にしてくれというばかりのやっぱり患者さんからの苦情も出ます。まあ、この間本当にマスコミの各社も取り上げてフォローしていただいているように、また国民の皆さんも知って、まあ、そういう私どもの発信と共有進んでいるのは私4つあると思うんですね。はい、1つはやっぱこんだけマイナーカードにあらゆる分野で紐付けでさまざまなトラブルが起こっています。いよいよやっぱり保険証自体も紐付けること自体の危険性、これはやっぱり大きく明らかになってきたということで、2つ目にはやっぱりどうしてもマイナ保険証にしろ資格確認証にしろやっぱり申請主義なんですね。だそうすると申請漏れ、申請遅れ、そしてまた、まあ、転職転居等々でそれが実際にマイナーポータルに反映されるのはやっぱりタイムラグができるんですね。で3つ目にはやっぱりシステム障害、まあ、その3つによってこれはマイナー保険証を続ける限り必発の避けようがない案件なんです。これによって適切に資格確認できないがために窓口では10割負担、無保険者扱いにされる危険、これは皆保険制度下ではあってはならないことなんです。保険料払ってて無保険者と認定されざるを得ないということは絶対避けられねばならない案件ですね。で3つ目にはまあさまざまなトラブル、そして問題点ね、保険組合の方、また市町村の事務現場のしろ、やっぱり手入力でやっぱり情報インプットされるわけです。これはもうヒューマンエラーは必発なんです。そのヒューマンエラーをできるだけ起こさないように制度設計、そしてまた一旦起こった場合の対策、これは政府としてきっちり事前にやっぱりやりきって対策を取り切って臨むべきなの。それを怠りながら一旦事故事件トラブルが起こると、これは事務現場のヒューマンエラーだ、そういうふうに矮小化して政府自らが何ら責任を取らず、それが今までですね、まあ、この先どう責任取られるか分かりませんけれども、そういうことに対する政府自身の危機管理意識の欠如、すなわち私のこんな機微に富む医療情報そんな程度の扱いでいいのかって、そういう危機意識、国民自身が持っていただいた。で4点目、いよいよもってやっぱりこのマイナンバーカードに紐付ける、このこと自体で本当に危険すぎてトラブルも現実に多い、患者さん自身も医療現場にとっても本当に使い勝手が悪い、利用に耐えない、まあ、そういうことがいよいよ明らかに。だからこそやっぱり一旦ここで制度運用停止して全容解明、全件チェック、そして対策をきっちりとって再度こんなトラブルを起こさないような担保を国民に指し示す、これがまず政府の取るべきところだと、まあ、そういう4点についてはもう今国民共有されている、
ことがあるんですよね。そういうことでやっぱりこんだけ世論が前進してるという。システム不具合とかもちょっとそういう欠陥が起こると普通は一旦止めて、そう、その富士通なんかは一応、そう、民間では常識なんですよ。直ちに運用停止して業務改善、まず業務停止命令出て業務改善命令、これが常識なんですよ。その常識が今政府自民党には通用してる。とにかく走りながらやろうとしてます。走りながらやろうとするけどトラブルが次々出ていくので、例えば3割でいいよとか、そうそうそう、あれなんかもどうですか。いや、あれも結局タイムラグあり、そして申請漏れ遅れあり、そしてシステム障害、そういうことによって無保険者、保険料払ってても無保険者にされる、そういうことに対する、俺はあんなもん保険料払ってるのなんで10割負担やなんて、そういう抗議が厚労省に行って、はい、それが自民党にとっていただいになるということで、はい、とりあえず3割取っていただいて帰っていただくようにって、はい、これについてはもうまたね、いろいろ問題ある、まあ、7月10日日曜 の、はい、通知は出たんですけど、結局あの文章の中で最後に念のためにマイナ保険証とともに保険証を持参していただきたいと、そういう書かざるを得ないんです。それだけいろいろな不備がある。で、改めて19日にまた出したんですけども、そういう方々に対して過去の診療歴から保険者番号、被保険者番号を書いて、まあ7777書いて、それで請求していただきたい。それまた全く過去にもない方については不詳ということで請求していただき、それを基金に預かって、で基金で徹底的に検索して、で個人一人を同定してで支払います。でそうすると、私ども の推計では資格なし、そういうところが大体70万件出てくるだろう。でマイナーカードによる検索できない、マイナーカード自体の障害によって、それが20万件、そしてシステム障害自体によってそれも50万件ぐらい、そんなんがごそっと基金に積み重なるわけ。それが毎月毎月で当然積み残しが出てきます。そうするともう支払い遅延で、場合によってはもう検索しても到底しようがないということで支払い不能ということも当然出てくるでしょう。そうするとやっぱり医療機関にとっては経営の厳しい中で、そういうことになるとやっぱり適切な経営上の維持ができなくて、適切なやっぱり医療提供というのは滞ることになる。でそういうことが終戦直後あったんです。健康保険制度も不十分でした。ですけどやっぱりそういう支払い遅延によってやっぱり医療機関の経営にやっぱり支障をきたすと適切な医療提供に結びつかない、そういうことで1948年支払い基金が設立された、まあ、そういう時代に逆戻る。でまた支払い基金の設立趣旨からもそんなことで支払い遅延、支払い不能を作ること自体はやっぱり趣旨からも逸脱後退だと、まあ、そういうことを26日も国会集会で私申し上げたんですけど、なんか患者向けにとにかく3割でいいみたいにやってますけど、こっちの医療側のそう負担ところはあんまり、結局そういうね、下肢を現場に責任を押し付け、で現場に対応で、これまた保険組合にしても支払い基金にしてもこんな膨大なことを ね新たに課せられる、ね、これはもうそれこそ働き方改革に逆行する、ねね、まあ、そういうことを必然的に起こしますわね。今続々とさまざまなトラブル事故事件案件が出てきます。もうそれに一つ一つにほころびをいちいち脱がごとく対策に追われて、もうひっちゃかめっちゃかのやっぱり今状態だと。で医療現場については次はどんな案件が、どんな事例が出てくるんだろうかという、またそれによってやっぱり困難をやっぱりどうもたらすんだろうかという、まあ、もう極端に言ったら戦々恐々というそういう状況ではなかろうかと思いますね。マイナ保険証の登録なんちょっと私ずっと見てるんですけど、もう6500万でちょっと足踏みしてるんですね、ずっと。もうそこから全然伸びない。マイナ保険証ね、それはこの間のやっぱりいろんな事件事故トラブル、やっぱりそれをやっぱりきっちり
報道でも見ていただく、その報道はやっぱり皆さん事実をやっぱり報道していただいている結果だと思っています。今医療現場で、まあ、逆に言うと6500万人の人は持ってるんですけど、はい、マイナ保険証として持ってるんですけど、それを使われてるんですか。あの先だってはその私ども1026件 の、 あのアンケート調査で、これを全国18万あるわけですから、それに換算して、ほんでまた実際、あの受診率、ほんでまたそれこそマイナ保険証保有率、そういうことで推計しますと、大体 4.5% の今窓口で実際あのマイナ保険証で受診されている方、そういう状態です。利用するとやっぱり危険すぎて、自分の医療情報がどこに結びつけられるか、他人に結びつけるということは、自分の医療情報が他人が見れるということになる、マイナポータルね。やっぱそんなことはやっぱり皆保険制度があってはならない。で、まあ、今政府言います、また私もあのマスコミの報道番組も出させてもらって、若い人々も言います、いや今日本のやっぱりデジタル化の遅れを取り戻すためには少々のリスク、デメリット、そんなことあっても今こそ、今これ直ちに停止とか中止とか、そんな方向ではなしに推し進めるべきだと、これはちょっと軽い発言すぎますね。やっぱり医療情報というのは本当にその人個人にとっては機微に富む情報ですし、それがたとえ一件でもそういう事故トラブルがあってはならないことなんですから、とりわけ私ども医療従事者側から見ればそういう議論には組みしません、はい、ですから本当にきっちり徹底的な今起こっていることについて直ちに運用停止し、で徹底的な全容解明する。で結局今の起こっている事例トラブル、これを解消するためには保険証あれば済む話なんだ。それはですからマイナ保険証で頻発のトラブル事例、そしてまた無資格と無保険者扱いにされる事例なんか、それはマイナ保険証を使っている限り頻発で避けようがない。それをマイナ保険証スキームで解決しようとするがために、結局基金に持ち帰って全件検索して、で一人を同定するという余分な作業が必要なの。保険証一枚あればそんな一切いらないわけ。当初はね、あの資格確認書、まあ、あのマイナ保険証を申請しない方々に資格確認書を必要としますかということを打診し、そしてそれを持っていや、いりますという方にまた再送付するという、そんなこと考えてた、まあ、それはさすがにそんな手間20、30の手間今かけてられんっていうということで、今ではね、まあ、職権交付、そしてまた前例交付っていうような言葉も出てますけど、でまた資格も1年だけなしに延長するっていう、いやそんなね余分なことやなしに、やっぱり1967年皆保険制度になって以降60数年間でやっぱり日本の医療の現場で患者さんと医療現場、やっぱ保険証1枚 でまた保険証交付されるということは、できるだけそのタイムラグを作らないがために、やっぱりその、タイムラグによってね、いざ病気の時に使えない、そういうことをなくすように直ちに交付して郵送で送り、まあ、そういうことであまねくやっぱり保険診療を受けられるように、やっぱり努力してきたんですよ、国民と、また保険者、まあ、そういうことで今、保険証1枚でどう受診し、でまたそれがない場合はどう対応、一旦10割いただきますけれども、あの資格確認できるように持ってきていただければ残りの3割負担以外の7割はお返しします。でもしそれすらなかったらやっぱり10割負担でしゃあないという、そういう国民的な医療従事者と患者さんとのコンセンサスがあってるんです。それをむちゃくちゃそんなことを潰して、で結局そんなトラブル事例で医療従事者、医療現場と患者さんとの
人間関係の問題まで作り出してしまってる。そういう危険性がやっぱりありますね。さっきの資格確認書の話でいくと、もう毎年じゃなくてもいいよと、でプッシュ型で送りますよということになると、もうほとんど現保険証と同じになってませんかね。そう、だからそこが政府は分かってないというか、あくまでも保険証廃止のためにね、他の方法をつぶつぶ考える、考えざるを得ないんだけど、それがどれだけ2度20、30の手間と予算と使ってることになるかということで、結局だからこそね、これが今運用停止もせずに、であくまでも予算も人でも時間も使って、やっぱりマイナ保険証に持っていきこうとすることも、やっぱり狙い目的は何かということは、まあ、これからもっともっと国民に知っていただきたいことなんですけど、それはやはりね、やっぱり医療のビッグデータを作って、そのデータによって医療費の安上がり、医療を、医療の標準化、一つ安上がり医療で、二つ目にはやっぱりその情報で社会保障を個人勘定化して、あなたにとっては以前もうこれだけ社会保障給付を受けてる、ですから納付には当然もうこれ以上の給付は見合いませんというような、そんな個人勘定化して、やっぱり社会保障給付を抑制するということは、医療の安上がり、医療費抑制で、社会保障個人勘定化で社会保障給付抑制で、3つ目はその医療ビッグデータを使って営利資本に新たな市場開拓、市場拡大、その利活用に持っていくということは、国民にとっては社会保障を削られ、新たな市場拡大、市場開拓で儲けを狙われる、すなわち新たな、ね、資本側の搾取収奪にさらされる、こんなもう国民にとってはダブルパンチですよ。で結局今年 の、 2023年度政府予算通ったんですけども、軍事費 6.8 兆円投資予算で、これは対前年度比プラス 29% で、社会保障は 34.8 兆円ですか、それは対前年度比プラス 1.7% なの、わずか。でおまけに軍事拡大、財源確保を通して新たに防衛力強化資金に 3.4 兆円上積み繰り入れしているということは、今年の軍事予算 10.2 兆円、これはもう対前の比 89% ということは、その軍事費これから、ね、2% 持っていこうと、莫大な軍事予算が必要、その軍事予算作りにやっぱりこの医療の安上がりか、そして社会保障給付抑制、そのお金はやっぱり軍事予算作りの目的と言わざるを得ない。でまあ概算要求も今年もう8月末で締め切る、だから今社会保障関係は5200億言われてる、でこれ本年度予算比ではプラス 1.5% だから、去年の 1.7% にまだ概算要求レベルでも低い、こんだけ高齢化社会の少子化運でも、ほんだらこれ今概算要求でそうですから、やっぱり12月のやっぱり成長の中ではもっと削られます。ますます社会保障給付が削られて軍事予算が突出している、やっぱこういうことが、こういう日本の国の在り方自体がどうなのかという、やっぱりそこまで今マイナ保険証の問題でこんだけ世論が前進しているということは、これはマイナ保険証に対する岸田政権のこんな国政運営でいいのだろうかという、そういう世論の表れですよね。それがマイナ保険証だけの問題かという、当然ね、思いが馳せますわね。よくよくこの通常国会、今年の通常国会見てみますと、一つは軍事予算突出、予算、軍事予算作り、まあ、3文書承認、新たなやっぱり
敵基地攻撃能力を有することを容認して、これはもう憲法9条の平和条項の蹂躙ですわね。で、2つ目にはやっぱりあらゆる問題で閣議決定という政治手法で国会審議をすっぽ十分な審議を保障しない、これはもう国民主権の蹂躙です。で、3つ目にはあらゆるやっぱり成立した法案自体基本的人権蹂躙、そうすると国民主権蹂躙、平和条項蹂躙、基本的人権蹂躙ということは戦前の大日本帝国憲法への改憲への復帰そのものです。まず昨年6月7日に閣議決定されて、はい、骨太方針だね。でそれがオンライン資格確認原則義務化、はい、今年の4月から、まあ、そういうことで厚労マターになって、はい、で厚労大臣は中医協に諮問したんですね、はい、まあ、どういう手順でどういう段取りでという。で8月10日に中医協が答申出して、はい、でその内容を見て9月5日に省令発令になった。省令なんですよね。そうです。でその時に水谷医療課長か、あれが、まあ、主に医師会関係の、先生方を集めて、このオンライン資格確認これにできないようでしたら保健医療機関としての指定を取り消すという恫喝まで加えてね、はい、で私それを見てね、真っ先にこれは憲法41条違反、すなわち先ほども言いましたように国民にまた医療機関に多大な義務と負担を課す場合にはきっちり国会審議が必要と、これは憲法41条に書き込まれています。で合わせて今度は中医協でどんな審議されたのかと、だから内容を聞くと無償診療所の場合は5の医療機関のサンプリングで5つですよ。だからこれは無償診療所にもメリットがあるという結論を出して、ということは本当に適正手続き保障、憲法31条で書き込まれる本当に適正手続き保障を取ったのかという疑問が大きくある。ですから憲法41条31条違反ということを批判したんです。で、まあそれがやっぱり政府にはオンライン資格確認での原則義務化についてやっぱり私どもは問題点があるという抵抗運動をして、で、まあ、最終的には12月一定のそれは撤回にならずに経過措置を獲得して推移しているわけですけど、その途中でやっぱり憲法違反まで持ち出して抵抗される、これではゆくゆくの保険証廃止には大きな支障になると、まあ、できるやろうと思えばできる環境になりますよね、義務化。いや、そこまで抵抗があるとね、これは保険証廃止に持っていく手順が大きく狂うと河野大臣は判断して、で結局先走って24年秋には健康保険廃止するという、まあ、そういう、それが昨年の10月13日私ども昨年10月あたりでもアンケート調査しましたら、やっぱり 15% ぐらいの医療機関はそもそもそんなことを医療情報、機微に富む医療情報をな扱う危険すぎて要は扱わない、でまたそれだけ見合うような経済的な負担を耐えられない、でまたそんな、IT に精通したスタッフ雇えないしまたいてない、まあ、そういうところで 15% の方々は対応できないと、そういうことをアンケートに答えられて、で結局 10% ぐらいのところはもうそんなことされたんやったらもう閉院しかないと、まあ、そういうデータが出たんですね。でそれでそんなことあってはならないということで、まあ、経過措置をできるだけそういう方々も救えるようにと思って、私もまあ奮闘努力したんですけど、まあそれも限界がございました。ですから時点で今起こっているようなことはもう起こっている他のところである程度ですからね、反応を見てみれば今年の4月の全国の厚生局で集計しますと、はい、1100ちょっとの医療機関が閉院されている、その今年の4月のデータですよ、はい、
で毎年それ推移、前年度の推移見てると大体400、500ぐらいで推移してるんですけど、やっぱりこれは明らかにやっぱりこの機会にもう断念せざるを得ない。日本全国中山間地あります。そこで限界集落に陥らずに今持ちこたえるのはわずか、やっぱりかろうじて医療機関として、うん、あの高齢の先生がいていただいてるという、やっぱりそういうところざらにあると思うんですよ、はい、そういうところの先生がやっぱり真っ先に被害っていうか、そうするとそこに居住されてる方々にもう あなた方には医療は国は保障しませんよっていう、それに等しいんです。そんなことがあってはならないと。でも地域医療というか、そう非常に深刻な問題が出てきます。今のところ、まあ、また、顕著な例として出てきてないかもしれませんけど、これはもうそんなことはやっぱもう保険証、来年秋には保険証廃止されますと、もう今かろうじて去年12月に経過措置を獲得したんですけど、もうそれすら なくなるわけ、はいはい、もう対応できなかったら即廃院か閉院ですよ。そしたらもっと影響が出てきます。それ保険証、現行保険証でもいいよってすれば、そう、それらに使わなくてもいいよってなれば、その人たちがそうできるわけですよね、はい、だから健康保険証廃止ということはそういう事態を持っている。だからマイナ保険証一本化ということは本当にそういう、ね、あの日本の地域医療にとっても、そしてまず何よりもマイナ保険証によってそれに保険証によって引き起こさざるを得ない、避けようがない事例に対する取り繕いのためにどんだけの予算を使い、どんだけの手間暇を使い、どれだけね、やっぱり事務現場に負担を作って、それに見合う保険証の廃止の問題なのかという、それからその医療のデジタル化という言葉でそんなことでそういう地域医療を崩壊させて、やっぱり機微に富む医療情報をそんなずさんな扱いで済ましていいのかという問題ですよね。それは断じて、私も組みしません、その議論にはね。すでにもうやっぱりこの4月でね、それだけの数値が出てるということ自体で、一応経過措置では来年秋まで の閉院予定者については来年9月までは対応は免除しますよということになってますけど、その後はもう全然経過措置がないわけですからね。まあこれだけね、あの世耕参議院幹事長、また山田太郎ですか、まあ与党内からもそれだけ出てきてるという、与党内でそういう声が出てるという、まあそういう今の現実だと思います。しかしこれはやっぱりなんかガス抜き的なことで終わらすことなしに、まあきっちりやっぱりそういう対応を取らせるように。でそもそもね、やっぱり今これだけあのお話しさせていただいたように、そもそも保険証廃止はちょっと私どもは不可能だと思っております。ですから延期論やなしに、まあ、当面は延期ね、まずはね、まあ、51-52% のマイナ保険証、はい、あの保険証機能登録ですけども、はい、これは伸びないでしょう、はい、もうそれはもうこんだけあったらね、あの国民こんな紐付けされた俺の医療情報どないなんねんっていう。で医療情報だけに限らずやっぱり命健康、そして財産にも関わる問題ですから、やっぱり軽々にはできないだろうということは伸びないだろう。そしてまたやっぱりより健康保険証の大事さを知っていただいてやろうし、で結局はそんな利用に耐えられないマイナ保険証に誰も紐付けをしようとは思わないだろうし、で事実返納も運動がねありますし、やっぱりそれその返納問題に対してもやっぱり政府の危機意識のなささですよね。やっぱ返納するということはそれだけ信頼がないということですから、それにどう応えようとするのかということはなしに、いや返納者あんなも数が知れてるとか微々たる問題だとか、これも言葉自体はちょっと許し難い言葉なんですよね。そんなマイナンバーカードに紐付けること自体、まあ他のね
他の問題については、まあ行政間のやっぱりスムーズな連携、そういうこといろいろあるでしょう。しかしその中でもいろいろトラブル起こしてるんですけどね、まあ、それはそれで解決していただいて、まあ、そういう行政機能 の IT 化っていう、まあ、それは必要だとは私も思いますし、また医療についても IT 化自体は、これは患者さんと医療従事者との情報の共有、やっぱりそれは大事なことだと。しかしそれを今これだけ問題点が出てる、マイナンバーカードに医療個人の機微にとも医療情報までそこに紐付けること自体は問題ですから、反対の立場で、まあこれは私も海外でもね、いろいろ意見があるんですね。IT に強い先生方もおられますし、いやこういうことについては進めるべきだと。ですから全くマイナ保険証について絶対反対というところまでまだ行ってないんです、はい、まあ使える人は使っていただいて、はい、しかしやっぱりいろんな問題があるから保険証も残すべき、うん、ですけど使う方は使っていただきたいとも言えないわけですよ、うん、こんだけね問題点が出てきて、ひもつけること自体どんだけやっぱり国民一人一人の命健康そして個人情報財産にやっぱりどんだけ毀損この先発せるかをするか分かりませんもんね。ですから私もですね、改めて、まあ、会内で議論を尽くして、やっぱりこのままではマイナ保険を使うか、使える人は使ってくださいとももう言えんぞと、そういう議論に当然発展していくと思います。ですからそういう今の国民の圧倒的な世論だということを、やっぱり政府はやっぱりそこにどう応えていくかということをせんとね、ただいやいやなんかそんな数がビビたるもんです。先ほども言いましたように若い層にとっても IT 化デジタル化これは必要だから、少々そのリスクね、デメリットあってもってそんなパーセンテージは知れたるって、しかしそんなパーセンテージの問題ではないですよね。やっぱり個人個人の機微にとも医療情報そんな程度で扱われたではたまたまいないと。ですからそういう機会が、まあ、閣議決定でそういうことに持っていくということは決められたとしても、きっちり国会審議で保障していくべきなんです。で今の問題、昨年9月に省令発令する前にやっぱりこれ閣議決定でも何ら法的な拘束力がないわけですからね。やっぱり閣内で意思統一したというだけの話だから、厚労またになった場合やっぱりこれは国民医療機関に多大な義務と負担を課すものですから、やっぱこれは一旦国会審議に書きよう、そういう手順を踏んで当たり前なんですけど、それをすっぽかしてもう省令発令に持っていって、もう閣議決定がもう 100% と言わんばかりの、そういうですから少なくとも国会審議にあの時点でね伏してたら今の問題、ほんで事実私も昨年10月11月でいろんなアンケート調査でこんな事例がある、こんな案件が出る事実、もうすでに、ね、20数%の方々が実際にもう施行されてましたから、その中でもやっぱり資格なし登録なしっていうそういう案件が60% ぐらい出てるっていう、そんなことも言うてたんです。それを真摯に厚労省が受け止めておれば、まあそういうことも受け止めずに先走って見切り発車して今こんだけで問題出てそれをどうするかという、まあ今にして思えばきっちりあの時点でもっと対応されたらマイナ保険証より推進の方に持っていかれるかなという危険はあったかもしれませんけれども、しかし国会審議ではきっちり徹底的にやっぱり審議すべきだと思います。より深刻な事例が次々出てくる、それからもう底なしの状態だと、これで今相変わらず運用を続けてほころび続くような対応でいいのかと、そんなことが現実的に可能なのかと、いやここはやっぱり
普通の常識の感覚でいけば一旦は業務停止してやっぱり徹底的に洗いざらい。で事実あの個人情報保護委員会があの19日にデジタル庁に、まあ、調査に入った、まあ、国民圧倒的多数の国民はなんで今頃やんっていう、ね、それまでいろんな事例が出てきて、しかしそのデジタル庁の長官というか大臣は河野大臣で、情報保護委員会の長も河野大臣、それからかなり忖度あった、しかし行かざるを得ないという状況だと思う。ですからやっぱり その事態利益相反の恐れがあると思うんですけど、でまたこれがきっちりその調査に入った結果行政指導とかあればこれまた深刻なの、もう直ちに停止して洗いざらいね、あの制度運用そして体制組織そういうところの洗いざらい、やっぱり問題とせざるを得ない。でまた反対にこれが緩い結果が出ると結局双方の代理人が河野大臣ですか、利益相反の恐れ。だからこのデジタル庁に入ったということはこの結果については国民やっぱり注視しているところだと思っています、まあ、保護委員会としたら結論が緩くてもそういう批判を受けるし、きつければきついほどやっぱり今の行政マイナ保険証そのデジタル庁の行政自体のやっぱ荒ざらになる問題ですからね、きっちり結論が出るかどうか、出るかどうですね、甘い結論であってればやっぱりこれは利益相反です、やっぱりそういう批判を、怒らないといけない、そういう批判はやっぱりしていただきたい。